はいどうも皆さんこんにちは、ムーポンです。ポケモン不思議のダンジョン救助隊 DX、 前回はネイティオにね会いに行ってたんですけど、なんか手がかりが結局つかめないまま、ただただゲンガーがなんかあいつ人間らしいぜ、いいこと聞いたぜみたいなね、ちょっと弱みを握られてしまったところがあるんですけど、さあどのようにストーリーが進展していくのかやっていきましょうか。さあ、あ、キノコ来ましたね。おはようムーポン、今日も頑張っていこうと行きたいところだけどさ、ん？昨日のネイティオの話どう思う？気になるよね。まあ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 、なんか災害がどうのこうのってことですよね。災害でもどうしたらいいんやろな。どうしようもなくね。まあ気にはなりますけど、世界のバランスが崩れたのとムーポンがポケモンになったのとは関係があるって話だし、しかもそのせいで、自然変動が起こってるってことだし、何よりこのまま放っておくと世界が壊れちゃうって言ってたもんね。なんとかしたいけど、でもちょっとわかんないことが。ねえ、世界のバランスってなんだろう。確かにねえ、世界のバランスって何今。なんかあれかな、なんか嵐がすごい頻繁に起こるようになっちゃったりとか、地震がすごい頻繁に起こるようになっちゃったりとか、そういうバランスが崩れてしまったりとか。そういえばわたっこがなんか救助必要になった時、なんか本来なんか普通に風吹いてるところが風が全く吹かないっていう不思議な現象が起こったりとか、多分その辺のことやとは思うんですけど、やと思いますよ。え、本当？ムポンは知ってるんだ。どんなのか教えてよ、世界のバランスって。それは宇宙にある。むちゃくちゃ宇宙ってお星様とかお月様がある宇宙のこと。よくわかんなくなってきちゃったよ。その宇宙の一体どこにあるっていうの、行けばわかるさ。もう知ったか丸出しみたいな。宇宙まで行けばって一体どうやって行くの。根性で行くの。何なのさ根性って。そんなので行けりゃ苦労しないよ。すまへん、結局ムーポンも知らないんだね。世界のバランスなんて見当もつかないし、正直どうしたらいいかわかんないよね。まあ私たちは私たちやれることやっていくしかないか。やれることを一つずつね。はあ、でまあ依頼がまた、依頼かな、ポストになんか来てるけど、あ、こんなんあった。受け取ってなかった、忘れてた。はあ、はあ、はあ、町に来ちゃ、あれ今ディグダの穴入ろうとしましたよね。あそこでなんか話してるよ。あ、ちょっとびっくりだな。伝説だとばかり思ってたけどね。何の話ですか、サンダーとか。でも本当ですかね、私ちょっと信じられないですけど。どうしたの。いやな、球根の伝説ってあるだろ、昔話の。何それ、球根伝説、何それ。なんだ知らないのか。球根の尻尾を触ったやつが、たたりをかけられるという昔話だよ。まあ単純にやめてってなるんですかね。ずっと伝説だとばかり思われていたんだけど、ここにして実は本当にあったんじゃないかって噂になってるんだ。へえ。なんで、なんでまたそんな。まああくまで噂ですから、話は半分で信じた方がいいですよ。ちなみに私は噂なんか信じません。キューコの伝説を詳しく聞きたかったらよ、ナマズン、ああはいはいはい、若い頃は若かったからのみたいな、なんか純一郎節じゃない、新次郎節を発揮してた彼ですか。ナマズンはほらあそこの池にいるぜ。まあ長生きしてるらしいですから、なんかいろいろと知ってそうですもんね。話が聞きたければまあその年長者に聞くといいぜと。はあはあはあ、じゃあせっかくなんでナマズンにお話聞きに。お、トランセル君、キャタピンちゃんよかったね。ナマズンさんから昔話を聞いたです、楽しかったです、面白かったです。昔話、ナマズンさんって物知りですよね。はははははは。キューコの話、びっくりが出てるけど、ほうほうほう、わしの昔話を聞きたいか。何、キューコン伝説を聞きたいのか。はい、ほうほうほう、よかろう、では話すぞい。
昔々キューコンというポケモンがおった。キューコンの尻尾には神通力が込められており、その尻尾に触った者には千年のたたりがかかると言われておったにもかかわらず、ふざけて掴んだやつがいたのじゃ。ほう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 。しかもそれは人間じゃった。人間？そう、人間じゃ。案の定尻尾を掴んだその人間は千年のたたりをかけられた。しかしその時サーナイトというポケモンが人間をかばい、なんと自らの身を犠牲にしてたたりを受けた。なんか人間サーナイトってきて、なんか若干心当たりがあるんですけどなんか嫌な予感がしませんか。なんで？そう、サーナイトってポケモンはどうして人間の代わりに？サーナイトにとってその人間は自分のパートナーだったからじゃよ。人間とポケモンには強い絆があるんじゃ。でも人間っていい人もいれば悪い人もいるんでしょ。その通り。サーナイトを見てかわいそうに思ったキューコンは人間にこう聞いた。サーナイトを助けたいかと。しかし人間はサーナイトを見捨てて逃げてしまったのじゃ。そんな人間にキューコンは失望し、そしてこう予言した。いずれあの人間はポケモンに生まれ変わる。おや？え？人間がポケモンに？そしてその人間がポケモンに転生したその時、世界のバランスは崩れるだろうと。この話はここでおしまいじゃ。いやー、なんかすごい心当たりがあるお話やったんですけど、どうじゃ、面白かったな。いやー、なんか笑えねえよ。はあ、ほほう、面白くて声も出ないか。ほうほうほう、そんな深刻な顔をしのくてもよい。確かに最近、本当の噂かもと噂、本当の話かもと噂されとるが、ただのおとぎ話に過ぎぬよ。また話が聞きたければここに、聞きたければここに来ておくれ。まあなんか彼らにとっては、そんなね、人間がポケモンになったなんて話ね、聞くこともないですし、まあ噂だろうなと。まあそういう感じになるでしょうけど、当の我々は現になんか元人間がそこにいますからね。 笑い飛ばせない感じではいますが、はあ、火の粉がなんかやべえよやべえよってしてる。いや、まあ今の話聞いたらね、本当にネイティオが言ってた話がなんかね、災害として起こりうるような、なんかそんな予感はしますもんね。まああくまで噂ですからね、信じてませんし、伝説だったばっかり思ってたよと、はあ、まあ伝説なんじゃないの。とりあえずお金預けて、あの利子いただきましょうか。さあ本日のサービス、わあプチ復活ありがとう。でまた引き出して、どうしよっかな。とりあえずただあれかな、なんかイベント的にはこれで終わりみたいな感じなんで、買い物して、あーゴロン石買っとくか。買い物して、でとりあえずダンジョン1回行って帰ってきたら何かあるかなみたいな、なんかそんな感じでちょっと行ってみましょうかね。なんで、まあ、とりあえず買い物して、で依頼は結構今受けてるんで、多分新しい依頼も増えてはいそうなんですけど、相変わらずですね。掲示板を見る。ああ、掲示板いっぱい来てんな。大いなる警告。人気のリボンを探す。雷鳴の山。ああ、沈黙の谷。ま、とはいえ今、すごい依頼受けてるんで、そっちをこなしてから。で、なんかディグダの穴埋まってて使えないんですけど、なんで？どうしたの？パパは海に行ったことがあるって言ってたな。ということは、パパは泳げるんだろうか？効果抜群よ。ムッポンさん泳げるんですか？あ、でも水ゴロウやったら全然泳げますよ。そうですか。ムッポンさんも泳げるんですか？はい、やめとけ。まあまあ、無理はするなと、警告はしたぞ。で、そう、ガルーラの倉庫も、結局出発の時に預けれるんで、さあ、とりあえず進めていきましょうか。ね、ムッポン。今日はもう帰らない？なんかノリが悪くて。はあ、あら、ごめん、途中で帰ろうなんて言って、でもなんかやる気が起きないんだ。あんな話を聞いちゃった後だからな、かな。まあなんかすごい
不吉な話で自分たちだけが知ってるね、なんか秘密とすごくマッチしてて、でかつネイティオも同じこと言ってたっていうことは、この後とんでもないことが起こるんやろうなっていうのがなんとなくなんか感じ取れてしまって、火の粉はどんよりしてるんでしょうか。今日はもう帰って寝るとするよ。じゃあまた明日ね。大丈夫かな。ん、ムポンごめん、私ムポンのことちょっぴり疑っちゃった。ああ、さっきの話あれですよね、尻尾を触ってでサーナイトのこと見捨てちゃってみたいなこと言ってましたもんね。でももう迷わない、私ムポンを信じるよ。だってムポンはかけがえのない友達だもん、すごく大切な友達だから。じゃあねムポン、また明日頑張ろうね。あ、なんか元気になったみたいでよかったです。あ、久しぶりに夢のシーン。まただ。サーナイト、サーナイト、またあの夢だ。いつも見るこのシルエット、一体誰なんだろう。おや、何か言ってる。でもうまく聞き取れない。前よりは聞きやすいんだけど、こっちから聞いてみよう。ねえ、教えてよ。君は一体誰なの？私はサーナイト。サーナイト。ナマズンの話に出てきましたね。よかった。やっと会えた。うん。やっと会えたって？前から知ってたってこと？自分は？私はあなたの。あ、待って、もう少し。もう少し聞きたいことが。いやー、このタイミングでサーナイトですもんね。ダメだ、薄れていく。なんか聞きたいこといっぱいありますよね。次の朝。変な夢だったな。いつも見る夢なんだけど、前よりもだいぶはっきりしてきて、確か誰なのかやっと分かったような。ふっ、そうだ、サーナイト。サーナイトって言っていた。確か昨日のナマズンの話では。そう、人間じゃ。案の定尻尾を掴んだその人間は千年のたたりをかけられた。しかしその時サーナイトというポケモンが、かばい自らを犠牲にしてたたりを受けたのじゃと。ああ、自分のパートナーだったから強い絆があった。もしかして自分はサーナイトのパートナーだった人間なのかな。しかもたたりのかかったサーナイトを見捨て、そのせいでポケモンになってしまったのかな。あやっぱり自分でもそうなんじゃないかと思い始めてしまった。そういうわけなんですよね。さあ、とはいえ、まあ真相はね、彼の記憶の中に。ていうか、生まれ変わったっていうことは死んでしまったってこと？ということはもう戻れないのでも。とんでもないことに気づいてしまいましたね。勘のいいガキは嫌いだよと言って消されそうな事実に気づいてしまったんですけど、まあまあまあ、今は今で楽しくやってるからいいのかな。いや、なんかこれはあれですね、あくまでも自分じゃないからそう言えるところであって、水五郎本人にしては、ムーポン本人にしてはね、相当深刻な悩みですからね、大丈夫なのかといったところではあるんですけど、まあ悩んでてもしょうがないんで、今日も任務こなしていきましょうか。おはようムーポン。おや、顔色悪いよ。なんかあったら元から青いだけです。まあいっか、今日も頑張っていこうね。あ、そうだ、そういえば今日ここ来る時に広場の方が騒がしかったんだけど、なんかあったのかな。広場ですか。ビグダの穴は埋まっている。なんで埋めちゃったんだろうね。とりあえず広場行ってみましょうか。騒がしいどころか静まり返ってないですか。あれ、なんかいつもと雰囲気が違うな。やっぱりなんかあったのかもしれない。ムポン行ってみよう。はあはあはあ。
な、お、あそこにみんな集まってるよ。集会ですか。何話してるの？もう私びっくりしました。本当だったんですよ。何のこと？球根伝説のことですよ。私は噂なんか全然信じなかったから、もうびっくりで。ムポンさん、ヒノコさん。あ、キャタピーチュアン。キャタピーチュアンも来てたんだ。はい。静かに。今あそこにいるやつが話してるんだ。静かにしてくれ。何？誰が話してんの？それが。あ、意地悪ゲンガー。というわけで俺は精霊の丘へ行ったんだ。そしたらそこですげえもの見ちゃったんだ。キキッ。すげえものって？あるポケモンがネイティオに相談してたんだ。そのポケモン、姿形はポケモンなんだけど、なんと、もともとは人間なんだってさ。なんですって？本当にいたんだ。人間からポケモンになったやつが。しかもネイティオはその人間にこう言ったんだ。ポケモンになったのと世界のバランスが崩れたのは大きく関係してるって。それって、球根伝説の通りじゃないかよ。キキ、驚くのはまだ早いぜ。最近自然変動がよく起きてるだろ。ネイティオによると、あれは世界のバランスが崩れたため起こってるんだってさ。しかも崩れたバランスを早く戻さないと、世界はとんでもないことになるって言ってたぜ。キキ、なんだって？世界がとんでもないことになるですって？僕たちどうしたらいいんだよ。あいつめ。わざわざ盗み聞きしに来やがって。しかも騒ぎをわざと大きくしてると。まあまあ諸君、そんな慌てなくてもなんとかする方法はあると思うんだな。ケケ。はあ、どんな方法だよね。なあに簡単なことさ。その人間がポケモンになったせいで世界のバランスが崩れたのなら、そいつが消えれば元通りになるだろう。本当かな。確かに言われてみれば本当にそうなの。しかもその人間はサーナイトを見捨てたひどいやつなんだぜ。倒されても文句ないと思うけどな。なあムッポン。ほう、そこで降ってきましたか。まさか。あなたがその人間だったのですか。本当なのか。おい、ああちょっと待って、これには深いわけが。前に聞いてるんじゃない、ムッポンに聞いてるんだ。おいムッポン、どうなんだよ。本当にお前は伝説に出てくる人間なのか。選択肢がどちらも点々点々なんですけど。ムポン、ムポンさん、ケケケケケ、返す言葉がないようだな。ムポン、そういうことだ諸君。ムポンを倒して平和になろうぜ。ケケ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 ケ。はあ、やろうというのかお前ら。やめるんだ。なんだっていうのさ。ああムポン逃げよう。ああ追いかけられちゃうよと。来ない、いい君だ。キキキキキキ。ああ、とはいえですよね。いやーびっくりしたな。どうすんのやろこの後。いきなりあんな異様な雰囲気になるとは思わなかったよ。あんまいたら絶対やばかったよね。しかしムポンさ、なんで言い返さなかったの。自分は違うって、球根の伝説に出てくる人間じゃないって。なあヒノコ、ねえヒノコ、ねえヒノコ。何？救助隊やめようか。はあ、もう疲れたよ。ほう。ああまあね、このまま一緒にいてはヒノコに危険が及ぶとそう判断してのところでしょうか。どうしたの急に。救助隊やめようなんて無謀らしくないよ。なんかあったの？え？夢の中にサーナイトが出てきたんだって？それでやっぱり自分がその人間じゃないかと思って。そうだったんだ、そんなことがあったんだ。ねえムポン、それでも君は人間の時のことを思い出したわけじゃないんでしょ。だったらまだ本当のことはわからないじゃない。私はムポのことを信じてるんだよ。だったら、あ、確かにまだそうと決まったわけではないと。先ほどの広場での騒動の後、みんなで話し合った。世界を救うにはどうしたらいいのか、ほな。そしてその結果、お前を倒すことが決まった。マジ？わしもまさかとは思ったが、
そうであってほしくないと願ったのだが、残念だ。わしたちは全力でお前を倒す。しかもよりによって家の前で。一晩時間をやる。え？その間に荷物をまとめ、ここから逃げるのだ。明日になればいろいろな救助隊が追っ手となり、お前に襲いかかるだろう。いや、お前だけではない。ムーポンについていく全てのものは敵とみなし、容赦なく攻撃してくるだろう。ということは、ビビたちもってことですか？それは、いや、ビビたちもそもそもついてきてくれるんかな。わからへん。ただ、ねえ、それはわしたちも同じだ。当然お前たちを倒しに行く。しかしそれでもなんとか逃げ切るのだ。逃げて逃げて、生き延びるのだ。真実を見つけるまでな。はあ、強く生きろよと。ここで情けをかけていいのかい、風伝。いや、煽っとる場合ちゃうぞと。次に会うときは容赦しないぞと。はあ、まあなんか、広場のメンバーには、まあわしたちが行くから、ちょっと、まあ任せとけやと言って、で、騒ぎを一旦落ち着かせて、で、逃げるタイミングを与えてくれたと、そういうわけでしょうか。フーディンたちも、ああやって君のこと信じてるんだよ。ああ、やっぱり、まあ、ゲンガーの言ってたことやし、みたいなところもあるでしょうし、ただ、うん、まあ実際あの場でね、逃げちゃったっていうのもあって、ちょっと半信半疑、なんともみたいなところではあるんでしょうか。私だって前に言ったでしょ？もう迷わないって。何があってもムーポのこと信じるって。たとえ他の救助隊が襲ってきたって、私怖くないよ。なのにムーポンが自分のことを信じられなくてどうするのよ。ムーポンさん。あ、キャタピーちゃん。ムーポンさん、僕約束しましたよね。ここに救助基地作るって。僕も大きくなったら救助隊やるって。ムーポンさん、くじけちゃダメです。ムーポンさんは僕にとってのヒーローなんだから。僕もムーポンさんを信じてます。ああ、いい子だな。吹っ切れた。くじけないさ。そうだ、そうだよ。そこなくっちゃ。それでこそ私たちのムーポンだよと。ああ、とりあえずは離れるけど、ああ、いつかまた絶対、またここに戻ってこようねと。真実を見つけて。次の日の明け方。ああ、こっから、まあ、フーディンの言った通りに、一旦、まあ、逃げなさいと。おはよう、ムーポン。朝早いけど、さすがにもう起きてるね。出発の用意はできた？まあ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 、バッチリじゃないでしょうか。ガルーラの荷物、どうすんの？逃亡の旅だよ。きっと危険な冒険になる。救助隊の仲間まで巻き添えにはしたくないから、仲間には黙って私たちだけで行こうね。とにかく、私たちを追ってくる救助隊から、逃げて逃げて逃げ切らなきゃな。そうだ、逃げ延びるんだ。あの時フーディンが言ってた。真実を見ろと。しかしそれでもなんとか逃げ切るのだ。逃げて逃げて、生き延びるのだ。真実を見つけるまでな。ああ、そう。自分は何者なのか。その真実を見つけるまで逃げ延びなきゃ。たとえ地の果てまでも。よし、じゃあ行こう。ムッポンさん。あ、お、キャタピーちゃんにトランスルか。それに渡っ子たちも。ねえ、どうしたんだろう。よかった、あ、見送りに来てくれたと。私たちムーポンさんを見送ろうと思って。僕も。ん？あー、ディグダ。おはようございます、ディグダです。僕も見送りたいです。みんな、あ、ペリッパ。ペッ。なんか入れてったぞ。手紙だ。読んでみてよ。ムーポンは手紙を読み始めた。アバよ、しばらくさよならだ。ではまた手紙を運べるその日が来るまで。あ、これペリッパーからの手紙。俺はいつでも待ってるぜ。いつまでも待ってるぜ。さすらいの郵便屋さん、ペリッパーより。あー、ペリッパーもそのまま口で伝えていきゃよかったのにね。まあでもペリッパーらしいっちゃらしいか、手紙でね伝えてくれて。うー、みんなありがとう。そろそろ他のポケモンたちも起きてきます。さあ早く急いで。ああ、ねえムーポン、行こう、出発だ。じゃあな、気をつけて。
皆さんが帰ってくるの待ってますから。皆さん、2人だけやけど、皆さん、私たち絶対戻ってくるよ。それまでみんな元気で。ああ、旅立ち、こうしてムーポンたちの果てしなく辛い旅が始まりました。切り立った山を越え、切り立った山を越え、あ、ここ地割れがすごいよ。燃える野原を乗り越え、山火事、ここも自然変動の傷跡が、山火事がまだ収まらないみたいだね。しかしムーポンたちは泣き言も言わず、遠く、そうまた遠くへと進むのでした。ん？あ、ガルーラある。だいぶ遠くまで来たね。しかし、ここまで来ながら思ったんだけど、いろんな場所が荒れてたよね。自然変動で困ってるポケモンもきっといるだろうし、早く救助活動に戻りたいけど、ねえ。いや、我慢だ。とにかく今は逃げないとね。ん？声が聞こえる。確かこっちの方角みたいだぜ。こんだけ大勢で来てるんだ。逃げられるわけがない。大勢で来てる。あ、早くムーポンを見つけないと。うわあ、もう追っ手が来たのか。ムーポン、先を急ごう。ああ、ガルーラ像は置いてけた。うっ、ダンジョンが始まった。群青の洞窟。